データ上は停止しているはずの廃棄処理施設にエデン構成員の出入りを確認しました。どうやら機械類などの物資を運び込んでいる様子、施設の稼働も確認しています。これは判明した搬入物資の内容や類推した搬入量からの推測です。連中は施設内のジャンクと搬入物資を組み合わせ兵器類を開発しているものかと。ゴミから兵器だと、フィクションではないんだぞ。それをどうにかしてしまうのがセブンスというものです。ラチガイの化け物が。どのような玩具を作ろうとも無駄だ。全て俺が破砕してくれる。知り合ったとしてくれる。前方にセブンスの反応を検出。近いぞ、アキラ君。
様が侵入者か。自ら裁かれに来る。その度胸は褒めてやろう、能力者よ。随分と大きな態度だ、オールドマン。貴様には新たな人類の力をその身に焼き込む必要があるようだ。新たな人類だと？貴様ら能力者は神の定め施設理に背く背徳者、生まれながらの怪獣だ。歴史と数に守られ、新たな時代を認められないオールドマンだ。このアスロックの愛機、ガレとクローネの炎に焼かれている。砕き割れ。身の問題ある。戻れ。ミチルをさらったのは貴様。どうだったか。すりつぶせ。発覚できないその罪か。この手で犯罪する。わめく。貴様の頭はコンフォートされたプリン。オールド、立場を教えてやる。貴様はガレとクローネのかまどの中で倒されています。フィナンシュ。エンマークネス、シュレッドストーム。焼き上がりまで静かにして。闇バスにまみれた手で発色にも気取るか。そのご自慢のガラクタ、貴様の墓標としてやろう。まだも戻れ。すりつぶせ。伸びろ。全く違う。不愉快オールド。そしてそのしもべ、ともどもプレッシ、最大火力で焼き上げる。砕き割れ。その罪か。俺が倒滅する。戻れ。時間だ。アンミズブーシ、最終工程に向かう。アン、ブー、トロ、カ、逃げ惑え。サン、仕上げだ。元に戻れ。来い。チ、ハ、意外で。来い。砕き割れ。来い。エンマークネス、シュレッドストーム。侮りすぎたか。貴様を焼き上げるにはガレとクローネだけでは不足のようだ。奥の手を使わせてもらう。待て。やつ、何をする気だ。やつが逃げ込んだのはここか。逃げ場はない。観念しろ。それは貴様だ。これはグラントルタ。スクラップを束ね縫い合わせたガレとクローネの強化外装。
もう少し寝かしておきたかったが仕方あるまい。貴様を相手に試させてもらう。ホールドマン、この鋼鉄の拳で薄く潰れるラングド社の逃がさない。人外の考えることだ。仕方あるまい。ガチガイ力に移動し、思考も計算もせず、巨体に任せて暴れれば圧倒できると思っている。子供死に立ち込まれる攻撃です。虚しいデークだ。焼き付け繊細な音しない。違う、機械が俺の領分でもある。これは人間の英知ある科学者への冒涜だ。ゆえ俺はその冒涜を破壊する。優れた才能から目を背ける。その愚か、やはり愚か。見るに耐え、今すぐに焼かれ、ついえ果てろ。最大火力、クロスミとなれ。砕け散れ。逃がさない。最大火力、黒隅となれ。焼き尽くす。砕け散る。逃がさない。最大火力、黒隅となれ。炎は白熱、シュレッドストーム。熱すぎて俺がよく見る。このデクの中で果てたか。奴には過ぎた棺桶だ。ノア、作戦終了だ。今から戻る。はい、湯殿の用意をしてお待ちしております。私の持つミラーピースを通して伝わるこの感覚。皆さん、今私たちの同志 G7 の戦士がまた一人倒れました。そんな、エデン最強の戦士のうち3人もが。同志パンテラ、私たちはどうすれば。皆さん、うろたえないで。別れは悲しいことですが、全ては G7 も同意のこと。
彼らの残したミラーピース、今は敵の手に渡りながらも、さまざまなセブンスとの融合経験と実戦運用を重ね、順調にノーマライズを進めています。間もなくすれば私の祈りと計画は完成するでしょう。今はただ理想に順次、この世を去った同志に愛の祈りを捧げましょう。天使？夢は夢だ。あまり気にしない方がいいと思うぞ。